現在1月25日の、22時過ぎなんですけれども、緊急コメント収録ですね。ちょっとまあいろんな準備を、まあ、しておりまして、この時間になってもう早く帰ろうよってみんなには言ってるんですけど、みんなもまあこれから準備があったり、僕も僕のちょっと準備があったりとかしてるんですけど、そのアトリエからですね、お送りしております。メール紹介しましょうかね、まずはね。東京都足立区の和代ちゃん、渋谷のラジオで聞いてますと、マーシャ、こんち星人、ファンクラブサイトにアップされたメッセージムービー見ました。代々木、2日間参戦する予定でした。マシャと4月に会える未来への約束はあるけれど、約2年1ヶ月会えなかった寂しさも大きかったので、マシャからのメッセージは本当に本当に嬉しかったです。姿が見れただけでも嬉しかったのに、28日にオンラインライブを考えてくださってるというお知らせ、ただただ嬉しすぎて涙が止まらなかったです。ありがとうございます。あとはね、SBS 静岡放送でお聞きのニコちゃん。SBS 静岡放送でお聞きのニコちゃん、皆さん、こんち星人。裸の音、びっくりしてます。会場キャンセルせずに生かし、ツアーとは別個に行うということで、当初代々木に参加する予定だった方以外にツアーに参加できない人にも門戸を広げ、チケットを販売することで延期の赤字をちょっとでも補填できると。はい。こんな素敵な延期ってあるのと。驚いて、アップサイクルという言葉が浮かびました。コロナの延期ですらエンターテインメントにしてしまうなんて。福山雅治、恐ろしい子。早速チケット購入します。あざっす。お買い上げありがとうございます。まあ、他にもね、たくさんメールいただきまして、あとツイッターもすごくね、リアクションいただいてありがとうございました。これね、未来の放送を撮ってるんで、今日はもう終わってるんですけれども、今の段階ではもうこのアナザーストーリーオブプロミスフォーザフューチャーっていうのはまあ終了しまして、もう皆さん見終わってるという状態なんですが、見てくださった方はなんかその奇跡的に4月29、30の代々木の箱が出てきて、あ、これはやっぱりエンターテインメント止めるなっていう、エンタの神様のおぼし飯なのかなっていうふうにも思い、あと、どんどんね、またこの第6波が広がっていってる中で、皆さん不安にもなってるし、まあ僕もそうなんですよ。もう不安だし、感染しないようにって気をつけながら生きていて。で、この前ね、新潟でライブやった時に、MC でね、いや、ライブにね、来たくても来れなかったっていう、まあ、自分で言うのもなんだけど、着券率っていうのが、だんだん下がっていって、これどういうことかっていうと、チケットを購入したにもかかわらず、来れなかった、来ないという判断をしたという方がいらっしゃるっていうのが着券率なんだけど、なんかすごく申し訳ないなと思ったんですよ。ギリギリまで、ライブに参加しようと思ってたんだけど、泣く泣くキャンセルしたりとか、来ない、行かないという決断をしたりとか、なんかないかなってやっぱり改めて思ったんですよね。僕もスタッフも。んで、代々木に関しては、そうやって会場が出てきたから振り返りできたものの、でも27と28しか参加できない。っていう方も絶対いらっしゃって。で、あと今回のツアーで言うと、やっぱり自分の立場上医療従事者なので、行けない、行かないという判断をしてるんだっていう声も、ちらほらやっぱり見かけますし、届きますし、ラジオの方にも。そういうその、皆様に、何かエンターテインメントが提供できないか。それと、ライブに行ったことが、堂々と言える空気に早くなってほしいなっていう思いもずっとあって、なんかちょっとやっぱり言いにくいっていうのが現状だと思うんですよね。今の、この日本国内の。ライブ行ってきたんだ、ライブ行ってくるよっていうと、いや大丈夫、気をつけてねっていうふうになっちゃう。
まあ、それはね、僕もすごくよくわかる。それを何かこう、クリアできる方法って、改めてこの無観客で開催する生中継のエンターテインメントって、ちょっとだけその空気を変えることができる可能性を感じたんですよね。まあ全部が全部が変わんないし、解決はしないんだけど、去年までやってた無観客と今やる無観客ってなんか意味が全然違うなと思っていて、で、今そう言いながらもまだリハ前、リハ本当に1日しかないんで、できるかなと思いながらも、でもまあ最強のメンバーと最強のスタッフなので、まあおそらくできるだろうなと。で、今回で言うと、裸の音で言うと、なんか完璧なものを、いつもライブっていうのは完璧なショーっていうのを目指してリハーサルを重ね、ツアーごとにブラッシュアップしていくんだけど、今回その逆で、なんかリハーサルから、もうリハーサルのさらに前のサウンドチェックのところからお見せする、見ていただくっていうのは、この音楽が生まれてくる、エンターテインメントが生まれてくる、ライブが組み上がっていく、それそのものの過程をドキュメントとして見せる、ドキュメンタリーの生中継。だそれをエンターテインメントにする。それをクリエイティブするっていう、逆の発想で言ったんですよね。だからね、今回で言うと。まあちょっと今まだ未来の話をしているので、開催する前の話をしているんで、うまくいってるのかうまくいってないのかわからないまま話してますけれども、でもそこでしか感じ得ないもの、出てこないものっていうのが多分溢れ出ていたはずです。また改めてね、来週その皆さんにご覧になっていただいた感想等々はですね、ご紹介できるんじゃないかなと思っています。以上、粛々とでも急ぎながら、非常に濃密な準備をしているという状態での緊急コメントでした。福山でした。ここからはいつものレギュラー地底人ラジオ放送をお楽しみください。福山雅治と総口明太の地底人ラジオということでね、その代々木が延期になりまして、はい、うん、まあ今現在の我々が収録をしているタイミングでは感染者数が増え続けています。いやでも本当に、まあ、ラジオ局の話聞いてももうね、うん、パーソナリティの方が一人になるとその番組に携わっている人全員が濃厚接触みたいになっちゃうんで、そうですね、話聞いてるとやっぱり今かなり皆さん緊張感は持ってるっていう、まあそういう意味では我々のこの地底人ラジオのアトリエとリモートでの収録っていうのがね、もうまた戻ってきてしまいました。リモートにちょっと寂しいですけど、そうなんです。なので今週はちょっとリモートなんですけれども、はい、いやこの間福山さんのオフィシャルの YouTube をなんかちょっとこう昔のやつとか見直してたんですけど、はい、YouTube の最初の頃で言うと2人で横に並んだりして、抱き合いながら収録してましたからね。そうそう、顔ね、真向かいでも結構くっつけるようにしてうわーって喋ったりしてましたから、はい、早くああいう状態に戻ってほしいと抱いてくれと、くっつきたいわけじゃないですけども、まあ抱かれたいと、ね、その方がいいなと思って、まあ絶望とね希望の繰り返しだけど、はいはいはい、そうなんだ、その全てを受け止めて力に変えて、お約束の丘に立つその日まで。いや、早く立ってるの見たいわ、ね、本当に稲佐山みたいな。本当に稲佐山。はい。さあ、そんなね、1月、はい。昨今のテレビ出演事情で言うと、ソングス大泉洋、紅白密着スペシャル。はい。てか、あの川パンってやっぱ座れないんだ。無理すれば座れますよ。まあ、みちみちってなってるってことですね。でも、何が起こるかっていうと、座ることによって、膝が出たりとか、お尻のヒップラインの形が崩れたりとか、本来の美しさが損なわれるんです。なるほど。まあ、しょうがないですけど、そんな革パンって思いますけど、まあまあ。いやいや。だって、いや、何言ってんすか、総口さん。だって、F1 マシーンだってね、勝つために、はい、あの形になって、一人乗りになってるわけじゃないですか。
めちゃくちゃ狭くて辛いらしいですね、あそこなんか。でしょ？ええー、もう変な姿勢で乗んなきゃいけないっていう。別にあのマシンに乗ってさ、買い物に行こうとかさ、箱根の温泉に行こうとかさ。もうさ、買い物、レジ袋入らないですよね。でしょ？どこ入れんだみたいな。あれは、勝つためだけに作られたマシンじゃないですか。そうですよね。今確かに。だから乗りづらいって。白組の最後を飾るにあたり、座りトークとかないわけですよ、別に。まあ、そこは M ステなんかと全然違うっていうね。そう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 。ああ、そうだ。で、座ることを想定する必要はないわけですよ。座るという人間にとってごく当たり前の座るという行為を切り捨てた、はい、究極にまで研ぎ澄まされた、立ち姿を美しく見せるためだけに作られた革パンなわけですよ。いや、そこ捨てるかっていう。もういらない、いらない、もう。だから実際今、あのパンツもね、ライブで使ってるんですけど。あ、はいはい、あれを。はい。ライブで座らないですから。あ、じゃあ今からよっこいしょと、座って弾き語りデモとかじゃないからっていう。違う、もうあのパンツの美しさを見せるためには座っちゃいけないし、ようちゃんもね、放送で言ってたけど、はい、持ち出しなのよ。紅白。まあ、そういうことばっか、まあまあね。赤字なんですよ。好きですよね、そういう話。赤字ね。ね、持ち出しなんです、やっぱね、ああいうのって。赤字なんですよ。いいですか？今から僕が言うことよく聞いてくださいね。お願いします、はい。僕はね、紅白出るときは、白組だけど、経費は赤組なんだよね。切ない話ですね、本当に。白のために、経費が赤なんだよね。それが紅白。真っ赤だと思う。紅に染まってるんだよね。お財布事情が。この俺をっていう。慰めるやつはもういないんだよね。いや、でも、その紅に染まった経費を、はいはい、慰めるやつはもういないと思ってたんだけど、はい、紅に染まったこの経費を、ツアーを続けることで、原価償却していって回収していってるわけですよ。まあ、夢の世界でその原価償却って急に聞くとなんか冷めますけども、一瞬なんかこの、これからだってまたツアー続いていくときに、あ、このカーパンまだ原価償却が終わってないんだと思いながらみんな見るじゃないですか。いや、もう大丈夫ですよ。もう。あ、もう大丈夫ですか？はい。もう。十分に。もう十分っていうか、まあ、はい。まあ、ここからはもうプラスですよ、もう。あ。いや、それで今回で言うとね、やっぱりちょっとはい、はい。ようちゃんが突っ込んでくれたからよかったけど、マイケル・ジャクソンさんリスペクトのこう、立ち姿で、はい、ようちゃんが来るのをちょっと待ってたんだけど。あれ、昔から大好きでしたから、ついにやったなっていうね。そうですね。ええー。でも、写真出てたけど、はい、マイケルさんの。はいはい、はいはいはい。やっぱマイケルさんの方がかっこいいね、当たり前だけど。いや、本当のマイケルだったら、大泉さん話しかけられても、無言で立ってるままみたいな、多分そうだよね、反応しちゃダメみたいな感じ。ちょっと俺も衣装に近づけてみようかな。で、もう動かないと、立ってるだけっていうの。だからツアーも後半戦になると、もうカーパンを履いてバシーンって立ったまま、お客さんが拍手いくらしても動かない、動かないと。ちょっとそれをやってみる下地が今回できたなと思って、今回の、ソングス紅白密着スペシャルのおかげで。自分のライブでも6分間以上動かないっていう。あれ6分だっけ？あれ6分じゃない、6分ぐらいじゃなかったでしたっけ、確か。2分とかじゃなかったっけ？それを超えていきたいですよね。いや、超えることはあんまり考えてないんだけど。そうですか。うん、分数の問題というよりは、分数じゃなくて、あ、そうですか、うん。やっぱりマイケル・ジャクソンうって打つと、マイケル・ジャクソン動かないでみんな検索しますね、やっぱね。ああ、やっぱりね。なるほどね。だって、2分2秒って、
あ、2分2秒、それぐらいか。だったらいけますね、これ2分2秒だったら。でも結構長いよ、2分2秒何もしないのって。いや、動かずに、そして後ろのほら、ビジョンかなんかでずっとこう、数えてって、2分3秒になったら急に動くっていう、その。そうね。急にギターザーンってこう弾いたりして、また黙る。黙ってし、やっぱり、そのさっきの話じゃないけどもね、その、はい、かっこいい革パンであるために座るという行為をもう捨てた、切り捨てたわけじゃないですか。はい、はい。で、その、マイケルさんのライブインブカレストの、はい、登場時に2分2秒動かなかったっていう、その、かっこよく登場するために、今まで散々、飛んでみたりとかね。ま、マイケルって言ったら激しく動いてる人ってイメージですね。激しく動いてみたり、ええ、それをすべて逆手というか逆にと、あ、取って動かないってどうだって、そのあのアイデアを最初に言った人誰なんだろうね。ま、でも他の人が言ったらマイケルもはーって絶対なりますよね。やっぱご本人なのかな、あの発想は。いや、じゃないと、だってマイケル・ジャクソンに動かないでもらえますかっていう人いたら、それはマイケルからもう何言ってんの前っていう感じになる可能性が。いや、でもかつて僕が、はい、本当に若輩者でね、生意気なことを本当にリクエストしてしまったなと若干反省してるんですけど、前川清さんのひまわりをプロデュースさせていただいた時に、はい、前川さんのもっととも特徴的と言われているあのロングトーンのビブラート、あのいわゆるうわ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 みたいな感じですね。あわわわ長崎わわわわわわ今日もわわわわわ雨だったわわ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 わっていう、そのそれをあえて封印するっていうコンセプトはいかがでしょうかっていうのを僕は提案させていただいたんですよ。それ周りからしたら何を言っとるんだこの人はっていう感じですもんね。うちの清志兄さんにお前何倍よとか来たんこら。いや、みんな九州なんだやっぱりなんか。ボテクリ返すぞこらと。言うボテクリ返すぞお前とかって言う、ね。ボテクリ返すぞ。マウゴツボテクリ返すぞ。ハウゴツボテクリ返すぞお前。ボテクリ返す、はあ。うわ、それドキドキでしたよね、言うときって。いや、そうですね。もしかしたら本当に怒られる可能性が。そんなんだったらやるねよってこう叱られちゃうかもしれないじゃないですか。はい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 。でも僕は前川さんの魅力っていうのはロングトーンはもちろんあるんですけれど、当然ながら、でもそうじゃないそっと歌ってる時に前川さんの魅力ってあるなって思ってたんで、歌声を聞かせていただいて、ささやくように優しくそっと歌ってる前川さんを今回表現、最大限に表現させていただきたいなっていうふうに思ったんですよ、その時に。だから前川さんはやっぱり超大物シンガーなので、ああいいですよ、やってみましょうって、もう快諾していただいたんですけども、はあ、もしかしたらそのマイケルのスタッフの誰かが、マイケルさん今回のオープニングなんですけど動かないってどうですか、動かないしポーもダーも何も言わないっていう、うん、ダンスしない、はあ、ノーダンス。ノーアクション。はあ、それこそが究極のダンスであり、究極のアクションであるっていう提案を誰かがしてたとしたら、その人はもうすごい発明家だよね。まあもしかしたら僕も、これからのツアーで、そういうシーンがあるかもしれない。2分3秒いきましょう、2分3秒。いや、いいって。1分もあれば、1分もあれば十分だって。あ、1分いきますか、1分いきます。うん。かもしれない。はあ。お楽しみに。はい。さあ、今夜はですね、そんな、かっこよすぎる革パンで、披露させていただいた、紅白という舞台、白組の最後という、大舞台で、歌わせていただいたけど、衣装代は赤だったよ。それが俺の紅白。で、披露した楽曲、2月6日僕の誕生日にデジタルリリースされる、
道しるべ2022を地底人発音へいたします。あ、ついこの前までは道しるべ2021として発表させていただいたんですけど、そうでした、はい、最終的にレコーディングが仕上がったのが2022年に入ってからなんで、2022と改めさせていただきました。道しるべ2022、地底人ラジオで初オンエアいたします。どうぞお楽しみに、うん、では今夜も行ってみよう。福山雅治と総口さんの地底人ラジオ。君待ちリクエストのコーナーです。静岡県のですね、じゅんじゅんちゃん公務員の方、SBS 静岡放送でお気になってるじゅんじゅんちゃん、皆さんこんちせじん。昨年末の紅白での道しるべ、昨年亡くなった祖母と年末にお父様を亡くされた職場の同期であり大切な友人のことを思い、涙が止まりませんでした。今の私がいるのはご先祖様や祖父母、両親が命のバトンをつないでくれたおかげで、私も二人の娘に命をつなぐことができたことに感謝と喜びを感じられました。昨年の2月、父方の祖母が94歳で旅立ちました。年々体が弱くなっていましたが、幸いにも寝つくこともなく一人での生活を続けていました。祖母は大正15年に浜名湖のそばの舞坂というところで漁師の娘として誕生しました。戦時中は浜松の紡績工場で働き、そこで祖父と出会い結婚、戦争の大変な時代を新聞販売店を営み、家族全員で新聞配達をしていました。祖父が大酒飲みで借金もあったこと、50歳で夫である祖父と死別、大変苦労の多い人生だったと思います。そんな祖母の願いは家族の幸せだと葬儀の際に知りました。そんな祖母に、私今とても元気に暮らしているよ、幸せに暮らしているよと伝えたいです。リクエストは昭和やったねです。この歌を聴くたび苦労の多かった祖母をいつも思い出します。2月19日エコパでのライブの日は祖母の1周年法要の後会場に向かいます。天国から祖母もライブを楽しんでくれるといいなと思っています。2月19日、おそらく開催できると信じて進んでいきます。我々もこうやって集まってきてくださる方お一人お一人の様々な人生の物語をコンサートの中で感じて思い返していただいたり感じ入っていただけると嬉しいですね。音楽をやっていてよかったなと思います。ぜひ会場でお会いしましょう。福山雅治でアルバムヒューマンから昭和やったね。東京渋谷区のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国22局ネットでお送りしております地底人ラジオ。各コーナーをはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジ .com まで、どの放送局でお聞きになっているかも書いてください。メールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼント、また放送中はハッシュタグ地底人ラジオでのツイートも大歓迎です。これ見ておりますからね、後日収録で紹介させていただく場合もあります。さあメール来ております。紹介しましょう。はい、これはイギリスにお住まいの、ギルフォードさん、ラブレターフロムじゃないや、ラジオメールフロムグレートブリテン、イングランドって、グレートブリテン、ユナイテッドキングダム、ね、28歳大学院生とか書いてありますね、うん、これ YouTube で視聴しておりますって書いてあります。すみません、環境の問題でっていうね、ありがとうございます。今から9年前、大学3年生の時に両親に無理を言ってイギリスのエクセターという田舎町に語学留学させてもらいました。7ヶ月半の留学を終え帰国する頃には次は大学院生としてイギリスに留学したいという新たな夢ができてしまいました。うん、留学資金のため一度は東京で就職、うん、毎月の給料半分を貯金する生活を送っておりました。うん、
留学資金を貯めるために働くなら実家暮らしの方が貯金もできるし勉強時間も取れるなと、うん、2年で退職で実家暮らしに、地元のビジネスホテルで働いてはいるものの実家に生活費は入れないまま両親の世話になっていました。うん、にもかかわらず一刻も早く日本を出たいという焦りと、実家暮らしのストレスと苛立ちが態度に現れてしまい母親とも会話がなくなっていきましたと、うん、あら、たまに会話をしても話が噛み合わずに衝突ばかり。うん、挙句自分のアレルギー体質について母にこれは俺が望んだ体質じゃねえと八つ当たりして母を泣かせてしまいました。一番いかんこと言うたな。ね、なんでこんな感じで産んじゃったんだよみたいな言っちゃうっていうね。一番いかんやつやな。まあ、アレルギーも辛いですけど。で、それでも去年9月に貯金ができ、7年越し念願のイギリスの大学院に留学。うん、ホテルマネジメント専攻での1学期を終え2月から2学期を迎えようとしておりますと、うん、時間ができた今実家にいた期間の謝罪と感謝のため親父には日本酒を購入、母への贈り物を悩んでいたところで思い出したのが母が大ファンの福山さんのことでしたと、ね、うん、福山さんファンの母信子と言いますが、うん、にラジオを通じてメッセージを伝えられたら最高の記憶に残るプレゼントになるのかなと、もちろんこのお便りが採用されない可能性の方が高いので母にも贈り物はしていますがと。あ、ちょ待って、はいはい、このメッセージを要は我々に託してるんでしょ。こっからね、そのメッセージこれぜひ福山さん読んでほしいって鍵括弧があるんですよ。これ高木ズバリ言ってもいいか、今から電話するから。おお、なるほど。今夜中かな。あ、イギリスに。そうですよ。まあそうですよね。まあいいか、電話してみよう。はい。Welcome to GiveGaff's voicemail. The person you're calling can't take your call at the moment. Please leave your message after the tone. To re-record your message, press hash at any time. 留守電になってんの。Hi. Hi. This is Masa from Chitejin Radio. This is Aki from Chitejin Radio. なんで英語で言おうとしてんの。だっているの。だって、ギルフォードって日本人が。そうね。あの、住所がギルフォードなだけで、はい、ね。そうです。高木さん?ね。そういうこと自分で言って。お母さんに謝りたいときは。そうですよね。そうだよ。そりゃそうですよ。一応、気持ちだけは受け取っとくんで、ここに書いてある、鍵括弧で書いてある謝罪の言葉と感謝の言葉は、直接自分で、信子さんだっけ?そうです、そうです。うん、信子さんに言って、自分で言ってね。じゃあ、くれぐれも気をつけて、ね、コロナ大変だと思うんで。うん、はい。See you! See you!ああ、留守電でしたね。留守電でしたね。要はその、ギルフォードは、信子さんにその、これまでの感謝の気持ちと謝罪を代読してくれっていうふうに来てるんだけど、でもそれはやっぱり自分から言った方がいいので、はい、思いは、こういう思いで来てますよ、信ちゃんっていうことは、このラジオでは伝えるけれど、ちゃんとした言葉として、ちゃんと直接伝えてください、信子さんに。で、高明、ズバリ言ってもいいか。お願いします。バカ野郎、おう。お前、こらくさ。お前、自分のアレルギー体質ばっくさ、こら。俺が望んだ体質じゃなかとかさ。産んだ母ちゃんの信子の方がお前より傷ついとるっちゅうと。ねえ。ごめんなさい、私が、あんたの、体ばこぎゃん体に産んでしもうたけんと、これはお前が産んでからお前のこと産んでからお母ちゃんずーっと苦しんどるとよ。うん。くっばかちんがこれ。うん。まあ、もうモノマネで喋る語彙力がここまでしかないんだけども。いやいや、もうこういう時の哲也さんありがとうございます。ありがたいね。哲也さんありがとうございます。哲也さんありがとうございます。いや、だから、ね、まあ、わかってんだろうけどね。高明もね。まあ、イライラしちゃったんでしょうけども。もちろん苦しいのよ。高明だと苦しいんだよ。苦しいんだけど、うん、
そういう体質に産んでごめんねっていうお母さんの方がもっと苦しかったかもよ、これまでずっと、うんうんうん、そこ分かってほしいな。いやもう分かってると思いますけど、もちろんね。分かっとっとか、これは高木、これまた徹夜降臨してギルフォード、これ大学院生にもなって、これお前ねえ。いやもう、いやかなりわがまま言って自由にやらせてもらってる方だと思いますよ。だってもう、そうだよ、だって自分で払ってないね、うん、最初は途中から払ってるけど、ね、うんうん、ね、まあ自分で連絡してください。うんうん、ね、はい、というわけで、信子ちゃん代わりに正春が高秋葉、うん、叱っとったけん、ね、本当にこのバカがこれ、じゃあ信子ちゃん誕生日にはマシロナユリを。メールいただきました、うん、神奈川県横浜の愛理さんは26歳女性調理師の方、うん、渋谷のラジオで聞いていただいております。愛理ちゃん、コンチテージン、コンチテージン、先日エグザイルのラジオ番組に高博さんが出演されていて、うんうん、一緒に曲作りしてみたい人はという質問に、うん、福山雅治さんですと答えていました。以前マーシャと高博さんはお食事をされたそうで、うん、でさらに高博さんのお母さんは、マシャファンであることが分かる、うん、なんとテレビ電話をしてお母様が号泣していたというエピソードを紹介されていました、うん、ね、お二人は同じ長崎出身でイケメン、なおかつエロトークもできる、うん、一部では福山雅治2世と高博さん、いやいや高博くんは高博くんだからやっぱそうですよね、うん、で、ぜひエロイケメンの先輩としても高博さんと何らかのコラボを期待したいですとかで、ありがとうございます。そうなんですよ、去年かな、高博くんからお手紙が届きまして、あ、て、え、手紙は、うん、で、すごくね綺麗な達筆だよ高博くん。いや憧れますね、そういう字が綺麗な方ってね。もう俺の字とかってもう古代エジプト人の人の象形文字とかああいうのよりも読みにくいから。いやもうだから手紙書くの恥ずかしくて嫌なんですよ。いや僕も無理無理、もう、だから肉質が書けないのよ、恥ずかしくて、はいはいはい、だからついついこうワードで書いて名前のところだけ肉質にしてっていう。はい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 。うわ、いいですね、字が綺麗な。高博くん超綺麗で。へえ。感動しましたよ。で、なんかそのメッセージが何かこう書いてあって。そうですね、熱い思いがね。あ、そうなんですか。一度お会いして、お食事でもっていうようなことが書いてあって、いや、そんなラブレターいただくとね、はい、嬉しいじゃないですか。いや普通だったら LINE で飯でもどうすかみたいな感じじゃないっていうね。いやそこがほら LDH さんのさすがだな、ヒロさん率いる LDH さんのさすがビシッしてるから、ビシッって、ああそういうね、もうイズムが行き届いてるっていう。そう、そこにはもうだから高博君との食事会の時にはもちろん LDH 総裁のヒロさんもいらっしゃって、うわ、はい、で、こういろんなこと話していく中でね、はい、いや実はうちの母が福山さんのライブに自分でチケット取って毎回行ってるんですよって話になって、あ、そうなの？いやそれはもう僕もお礼をお伝えしたいからちょっとお母様にお電話してもらっていい？って言って、うん、でテレビ電話して、どうもお母様って高博君と今日は、ご飯食べさせてもらってますっていうお話しさせてもらったんですよ、お母様と。でね、はい、高博君のお母さんね、うん、めちゃ美人なんだよね。まあそれは高博さんのね顔から想像してもお母様もそらーってね、あらあら美女、お母様の美女、うん、お美しいという話でね、で、うんうん、まあ号泣と言いますか、お母様もねそのすごい喜んでいただいて、それはチケット買ってライブにね来てらっしゃるぐらいだから。でふとね迎えにいた迎えに座っていた高博くんを見たら、はい、お母様どころじゃない号泣を高博くんがしてるわけですよ。そうなんですか。そう、あ、それは逆にお母さんの喜びぶりで微笑んでるとかじゃないんですか。いやもう
あれはもう龍馬伝並みの号泣してたね、あの、龍馬伝の出演者の一人ぐらいの幕末の獅子ぐらいの感じでこう、あの 龍の拳を握りしめ、唇を噛みしめ、半分下を向いてガー号泣してらっしゃるわけですよ。へえ、いつの日か何か一緒にとかってね。あの、そうですね。じゃあ一曲、エグザイルであなたへ。福山雅治と総口昭久さんの地底人ラジオ。メールいただきました。はい。熊本県菊池市ののんちゃん。うん。のんちゃん。37歳、自営業の方、RKK 熊本放送で聞いていただいております。RKK 熊本放送でお聞きののんちゃん、皆さん、こんちていじん。こんちていじんと。紅白歌合戦。はい。福山さんの道しるべ2021紅白バージョン。最初から涙が止まりませんでした。ありがとうございます。私の亡くなった父方の祖父も農業を生業としておりました、うん、朝早くから晴れの日も雨の日も毎日畑や田んぼに出かけ、うん、道しるべの歌詞のように一つ一つ種をまき、あまり自分のことは話さない寡黙な祖父でした、うん、そんな祖父が亡くなった後、法事で親戚に祖父が若かりし日実は神戸で働いていて恋人もいたこと、うん、そして家庭の事情で呼び戻され農業を継ぐことになって恋人とも離れざるを得なかったことを聞かされました、うん、諦めた夢もきっとあるでしょう、まさに祖父のことを思い出しますと、うん、祖父から父へ、そして私へつながれた命、そして自分の命が決して当たり前にあるものだと思わずに生きていこう、うん、年の瀬にそう思える機会をいただきました、福山さんに感謝の気持ちをお伝えしたく少し日にちが経ちましたがメールさせていただきましたというメッセージいただきました。ありがとうございます。うん、自分自身が夢を諦めなかった、僕自身がね夢を諦めなかったからこそ、おそらくそういう思いをね、これ勝手な僕の想像だからね、祖母に対して、うん、もしかしたらマサル何倍言おうとねえと、私はもう夢全部叶っとうよと言ってたかもしんない、うん、ただ僕前聞いたことあるんですよね、ばあちゃんなんかやりたいことないって、3つある、お意外とあるなと思ったんだけど前も言ったことあると思うけど、一つはその仙岳寺で赤穂浪士四十七士のお墓参りをしたいと。ああ。これ結構時代劇好きな方の憧れの一つでもあるんだって。なんかその討ち入りの日にね、そこに行ってみたいなのも、うん、ね、毎年やってるって方もいるみたいですよね。で、一緒に行きました。母ちゃんと。ああ、そうですか。うん、叶えた。うん。実はすぐ近くに住んでたんだよ、俺、昔。いや、ああ、そうですか。うん。で、すぐ近くに住んでたけど、仙岳寺がどこにあって何なのか全然知らなくて、逆にばあちゃんが行きたいって言ってくれたから、初めて行けて、ああ、そうだったんだっていうことが初めて分かったんだけど、で、一人一人、討ち死にした47人の老師たちに、こう、一人一人に線香をあげるんですよ。へえ。それが一つ。それともう一つは、宮島に行きたかって言ってた。へえ。広島の？はいはい。で、それは俺は行けなかったんで、ばあちゃんと母ちゃんと、兄貴夫婦と甥っ子たちで行ったのかな？ちょっと忘れたけど。まあでも叶ったんね。うん。あともう一個、大相撲を末席で見てみたいっていう、この三つがあったわけよ。で、ああ、じゃあそれもちょっと、九州の、いつもコンサート一緒にやってくれてる B のスタッフさんに、ちょっと、お願いしてみるわっつって、まあ、頑張って B のイベントさんがありがたいこと、大変ありがたいことに真っ先のチケット取ってくれて、ばあちゃんに見てもらうことができた、まあ、プレゼントすることができた。で、
ね、また来場所とか、こう、九州場所とかってまた見に行くって話したら、いや、もうよかっていう話になって、あ、そうなの？で、毎年見に行ってもいいんだよ、別に。って言って、いや、よかったよかった。もう、鷹の花が見れたけん、私はね、それでよかったよ。って、うん、ばあちゃんはね、相撲が見たいんじゃなくてね、鷹の花が見たかったみたいね。ああ。鷹の花ファンだったみたい。それで、まあ、それ、まあ、僕がヒアリングした限りでの、畑仕事以外のことで、聞いたのはそれだったんで、でもそれ全部やったから、コンプリートしたんで、で、ばあちゃん次なんかないのって聞いたら、ないと。あ、そう。うん、ね、でもなんかあるでしょ、なんかやろうよ、みたいな感じで、俺もまたこう、さらにこうリクエストをね、引き出そうと思って。そしたらばあちゃん結局その一番最後に、あ、これができたらって言ったのは、まあ、子供たちと孫たちと、年に一回集まって、みんなでご飯食べれたらそれが一番いい。っていうふうに言ったの。うん、まあ要するにその自分の命が繋がって、繋がれた命が、あ、私という、こう一つのこう、幹というか、木で言うと幹で枝葉、枝葉である僕たち。要は自分が生きてきた証、繋げた命、それと一年に一度顔を合わせてご飯が食べれればそれが、一番嬉しかと、うん、いうふうに言ってたんで、それも何回か、まあ全員っていうこともいかなかったけど、うん、だからあれかもよ、僕のこれ勝手な解釈で書いた歌詞だし、ばあちゃんに対してのね、夢を見るっつうのはさ、今でこそこう夢があった方がいいみたいな風潮ってね、現代的に割とあるけどさ、夢がない若者が増えている、やっぱり夢って持たなきゃダメなんだみたいな、なんかそういうところあるじゃないですか、ね、うんうん、夢ありきの、なんか夢前提のみたいな、うん、でもそうじゃなくて、ばあちゃんが生きてた時代っていうのは夢どころじゃないと、うん、まずは生きること、まずは食べること、まずは雨風しのげる場所を作ること、戦争中だったからね。うんうん。でもとにかくもう生き抜くことっていうのが、ね、そう最優先ですよね。だから諦めた夢もきっとあるでしょって言ってんのは、なんか僕なんかのこう恵まれた環境で育ったばあちゃんが礎を、福山家の礎を築いてくれて、このみかんのばあちゃんなんかはさ、ファミリーヒストリーでもやってたけど、福岡の大川市から嫁いできて。農業やったことないのに、農家の家に嫁いできて、結婚して、で、力間じいさんつってね、僕のじいさんは、母方の。子供を4人、母ちゃんとその妹と、弟2人と。お墓参りに行って、墓碑に刻まれている名前を見ると、もう一人ね、生まれてすぐに、亡くなったちっちゃい女の子か男の女の子かながいるんですよ。僕はだから会ったことない、うん、早くに命を落とした子がいて、だから5人産んでんのかな結局、うん、でも割と早い段階でもう母ちゃんが、うちの母ちゃん長女だから、母ちゃんが小学校 5,6 年ぐらいの頃かなに、その力間じいさんっていうのも亡くなっちゃったから、だからばあちゃんは女手一つで4人の子供を育ててきたわけよ。うん。農家だけやってね。うん、うん。これは凄まじいですよ、これは。うん。だから夢を見るっていうような、そういう環境とか状況でもなかったんだろうね。うん。だから楽しみとしてはまあ雨が降った時にやっぱ本を読んでいて、読書好きだったみたいで。ああ。まあそういう暮らし。で、最後は、僕はラッキーだと思ってんだけど、ばあちゃんが亡くなる瞬間って僕が見とったんですよね。僕が立ち会っちゃうんですよ。だから、最後、ばあちゃんが本当に、瞳孔が開いて、亡くなる瞬間っていうのは僕は立ち会ってたんですよね。僕だけだったんだよね、その時。あ、そうですか。うん。まあ施設だったんで。あ、で、家自体は、ばあちゃん家と、あと、ばあちゃんの息子
僕、まあ僕のおじさんだけど、あと母ちゃんとかはもうその家で待機していて、で僕はまあ今日の今日その亡くなるっていう、ただまあ結構山だよ、今夜が山だよみたいな感じはあったんで、いや俺はちょっとずっといるわここにっていうことで、その施設の病室でばあちゃんの手を握りながら、もうばあちゃんもう喋れなかったし、呼吸もどん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 浅くなっていってたんで、で最後呼吸が止まる時っていうのは、まあ手を握りながらばあちゃんのね、その僕と、まあ僕がばあちゃんに似てるんだけどさ、そのばあちゃんの手を握りながらばあちゃんは旅立っていったんで、うん、僕はラッキーっていうのはなんか言い方がフィットしてないんだけどさ、あの、そのばあちゃんの体温のぬくもりを感じながら、あのばあちゃんが旅立つ瞬間に立ち会えたことは、僕は、あの、良かったなと思ってるんですよね。うん。まあその時にばあちゃんがどれぐらい意識があったのかっていうのはちょっとよくわからないんだけれども、まあ目は、まばたきはしていたので、まあ、最後はまあまばたきもできなくなったけどね。うん。だからなんか、いろんな話をたくさんできてたわけではないけれど、何かっちゃやっぱりこう、ばあちゃんのところに行って、なんかをたくさん話すわけじゃないんだけど、こう、縁側でばあちゃん、俺がデビューした後とかそうなんだけど、ばあちゃんとお茶でも飲みながら、で何を話すわけでもないんだけど、ばあちゃんは、マサール我慢よ、と。ね、我慢が大事よ、と。我慢と感謝。我慢すること、感謝すること、これが大事よ、っていう。まあ、それは僕の中ではすごくいつもありますね。なんか、ばあちゃんにそう言われたからそうしなきゃ、っていう教えとして。うん。できてないけど。あの、我慢とか、感謝はなるべくし、した、するべくしようかなと思ってるし、この人感謝足りないなと思う人に対してはなんかすごく冷たい冷ややかな目で見るんだけども。まあ我慢ができてんのかっていうとね、なんかすぐカリカリしたり怒ったりもするんだけどさ。でもなんかばあちゃんがいつもそう言ってたな、っていうのでばあちゃんの言葉としていつも胸に刻んではありますけどね。うん。じゃあ改めまして、その2月6日にデジタルリリースとなります。発表から10年以上経って、こうやってまたこの楽曲が生まれ変わって、新たに2022の作品として生まれ変わって皆さんにお届け、共有できることをとても嬉しく思っています。お聴きください。2月6日デジタルリリースになる道しるべ2022。さあ、アレンジといいますかね、あのサウンドをもうちょっと現代風にして、歌も最新新録音しました、40歳の時に歌っていたリリースした道しるべと、まあ、53歳の日にリリースになるこの道しるべ、まあ、随分味わいが変わったなというふうに思っております。まあ、どちらもね、どちらの良さもあるんだろうなというふうにこう手前味噌ながら思っておりますが、ぜひあのお聞きになった感想、効果効能、あなたの心に起きた効果効能もお待ちしております。お送りしたのは2月6日デジタルリリース道しるべ2022でした。福山雅治と総口彰久の地底人ラジオ。人はいつから褒めてもらえなくなるのだろう。子供の頃は自分でご飯を食べるだけで褒めてもらえたのに、今は誰かにご飯を作っても褒めてはもらえない。そうなの？子供の頃は自分で服を着替えるだけでも褒めてもらえたのに、今は誰かの服を畳んでも褒めてはもらえない。そう？求められるハードルは年々高くなっていくのに、いつからか飛べるのが当たり前になっている。
褒められる年と褒められなくなる年の境目は何歳だったんだろう。なんか納得いかないな。これまた小原さん、坂小原さんの書いたあの前交渉ですけど、そうですね、まあ、ズバリ言ってもいいですか。もういいですよ、はい、こういう人とは友達になりたくないなって思われるよ。いやいや、リモートで聞いてますから小原さん。今乾いた笑いが起こったですか、小原さんが。いや、小原さんもよくぞ言ってくれましたって、また嬉しそうなんですか。こういう人と付き合いにくいよ小原さん、これもうこうなんかこうすいませんみたいな、ちょっと嬉しそうな。いくつになっても褒めてあげるよ。来た、異様性パーソナリティマサールさんに褒められたーい。ありがとうございます。久しぶりですね。久々ですね。久々にこの小原さんのやっぱ2022年も変わらぬ心の叫びきましたね、やっぱね。こじらせがよりそのブレなくこじらせてるから、そのこじらせこじらせの凝固感がすごいよね。もうガチッと固まってるもんね。そう思いますいやーすごいな、ここまでこじらせをこうきっちり凝固できるっていうのもすごいですよ。丸くならないっていうね、もう丸くならない、そうですね、柔らかくならない、どんどん硬くなっていく。確かにね、褒めてないよ。じゃあいきますか、このコーナー久々に。いきましょうか、ねね、最近ね、誰にも褒められてないな、満たされない心を抱えているあなたを褒め上手なマサールさんが、うんね、あなたが希望する妖精になって褒めてくれるコーナーですと、うん、さあ今夜の自己肯定感低い子ちゃんはこの方です。ご紹介しましょう。これはですね、新潟にお住まいの関尾ちゃんは50歳女性の方、うん、BSN 新潟放送で聞いていただいております。 BSN 新潟放送でお聞きの関尾ちゃん、皆さんコンチェジン、コンチェジン、今小学校6年生の娘が、うん、小2の頃からバレーボールをしていますが、うん、練習に付き合っているうちに4年前からコーチも引き受けるようになり、うん、今年はそのチームの保護者会の代表も兼任していたので、バタバタしっぱなしでした。求められることが多いですね。ねえ、もう大変と言葉にしてしまうとくじけそうなので、大丈夫まだいける、脳を騙し続けた私をバレーボールの妖精となって、すごいですね、バレーボールの妖精って初めてですこれ、バレーボールの妖精、バレーボールの妖精になって褒めてもらえないでしょうかっていう。ちなみに、この関尾ちゃんが私ね、総口、うん、総口がありまして、うん、魔性の男福山さん、へー、あとバレーボールの妖精ももちろん福山さん、はい、ことになっておりますね。わかりました、大丈夫ですか。まあ、初見だからね、初見だから、ね、まあ、役を捉えきれてない場合の方が多いんだけど、そうですね、うん、やってみましょうか、まあ、やってみましょうか、久しぶりね。はい、では妖精パーソナリティマサルさんに褒められたい関尾の場合。早くもうご飯食べて試合に遅れるわよ。心の声、家の中では母親として舌を向かない、バレーは常に上を向くスポーツだよ。心の声、コートの中ではコーチとして、いやいや、お母さんのおっしゃることも同じ親としては、ね、よくわかるんですけれども、心の声、保護者会の中では代表とは名ばかりの調整役として頑張ってきた。一人三役一人三役大変だね。大丈夫です、まだまだいけま、あなたは、俺の名前は源氏都統比。うわ、源氏都統比。その方がなんか源氏なっぽい、なんか。君の深層心理が作り出した妄想の男、源氏都統比。源氏都統比さんですか。ああ、関尾、はい、
本当は楽になりたいんだろう。そうなんですよ。大変だってそう言って楽になりたいんだろう。言葉にすると途端に立っていられなくなる。だから自分自身に嘘をついてるんだろう。そうか。私言えよ。うわエロいな。言っちゃえよ。言っちゃえよ。ねえ。耳がこそばいい。もう言っちゃってんだよ。本当はもうタッチネット反則だよ。今のは反則だバレーあれ あなたはそう関与が呼んだバレーボールの妖精だバレー本当にお疲れ様んさ特に高校一年は大変だったバレーはいはい仕事に家事にコーチに保護者の代表まででも苦しくったって悲しくったってコートの中では平気なんですだけど涙が出ちゃうんですだってアタックアタックナンバーワンでも苦しいことばっかりじゃなかったから続けられたんじゃないバレー君も言ってたバレーよこの年でまたバレーボールができるなんてってコロナで学校が休校になった時毎日グラウンドで娘さんとマンツーマンで練習していた君とっても楽しそうだったバレよ確かにあれはいい気分転換だったかもそうプレイしている間は余計なことを考えずに済んでたしコートの中では平気だったんでしょはそうですこんなことも言ってたよスポーツが職業だと大変だけど体を動かすのはリフレッシュになるってボールを触っていて思い出したって何より本人が楽しそうにしていたら子供にも楽しさが伝わるかなってそう、うん、伝わってると思うよ伝わってるバレーよ君がバレーを通じて娘さんに伝えたかったことそうあの子中学でもバレーやるかなやってもやらなくても伝えたいことは伝わってるバレーようん下向いてちゃダメだよねバレーは常に上を向くスポーツだもんねアタックアタックナンバーワン魔性の男どこ行った魔性の男はあれどこ行ったああね魔性の男どうした、どこ行った耳元で支えたら急にあそれが妖精に変化したってことですか現実逃避でしょそうですね現実逃避っていう説もありましたけど、うん、現実逃避もいたけどもあーいい、ね、あーなるほどうんまあとにかくその自分で自分をそういうふうにこうあのもうダメだって思っちゃうと本当にダメになりそうだからそう言わずに言葉にもせず口にも出さず向き合ってきたってことねまあでも頼まれやすい人っているんですよね多分ねああ分かるなんかそこに集まってくる場合ってあるよね、押し付けられがちというかなんかっていうだから大変だなっていうじゃあそんな関代ちゃんには
この曲を福山雅治で Fighting Pods。 まさに歌詞の内容とリンクしてましたね。 Fighting Pods、 そうでした。上を向くスポーツ、はい。陽性パーソナリティマサールさんに褒められたいでは、最近誰にも褒められてないなぁと心に隙間風が吹いているあなたからのメールお待ちしております。どんな妖精にどんな言葉で褒めてもらいたいかもできるだけ詳しく書いて送ってください。たくさんの迷える可愛い子ちゃんたち待ってるよ。ちょっとなんかでもあれだな、最近久々にやったら、はい、ぶらり途中下車の旅いや、そうそう、なんか妖精っていうよりも妖精じゃなくなってたね、ええ、途中下車の妖精みたいな感じになってましたね。おやほや関与ちゃんバレーボールが本当は好きなんですって滝口純平さんですよね。滝口純平さんは僕オールナイトの頃から結構やらせていただいてましたよねいいですね、滝口純平やらせていただいてるっていう、たくさんの迷える子羊たち待ってるよ福山雅治と総口彰史の地底人ラジオ。ではエンディングです。オンラインライブ Another Story of Promise for the Future 裸の音、2月5日土曜に再配信となります。配信プラットフォームはピアライブストリーム。チケット価格は3939円。サンキューサンキュー、ね、いつもありがとうございますの思いを込めてサンキューサンキュー、税込みとさせていただいております。そして、Another Side ではない Promise for the Future全国アリーナツアーですけれど、次なるツアー開催場所は2月の19、20静岡エコパアリーナで開催を予定しています。様々なグッズも展開中です、ライブにおいて。そして福山屋ポップアップストアも開催中でございます。様々な情報はですね、福山さんのオフィシャルウェブサイト覗いてみてください。いろんなことがやっぱり状況が変化していってね、その都度その都度対応していかなければいけないというのがこのコロナ禍でございますけど、うん、とにかく僕もそうですし、リスナーの皆さんもそうです、引き続き気をつけましょうね、はい。ただまあ気をつけても気をつけても気をつけてもっていう場合もありますよね。だから、はい、もし陽性判定出ちゃったとしても、あーなんかなっちゃったとか、あんまりもう気に病むのも、もうやめに、自分を責めてもしょうがないですからね、やめにした方がいいですよね。もうだってもうみんな、はい、どんな人でもなる可能性ありますから、はい、うん、もうそういうことを気に病むような時代ではない、時期ではないと思います、うん。とにかく、気をつけながらと、それと症状が出てしまった場合はもうとにかく安静にして早く治すことを心がけましょう。地底人ラジオ、引き続きあなたからの、リスナーからのメッセージをお待ちしています。医療従事者の皆様、本当にますますもって大変な時期が来てると思います、うん。いつもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。我々ができることもやっておきます。感染に気をつけること、適切な距離を保ちながらの生活をすること、気をつけます。では、今夜はこのあたりで。ここまでのお相手はサブさん、福山サールで R でした。ではまた来週セームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。バイバイク、バイセコン。地底人ラジオは音声配信アプリラジオクラウドとオーディでもお楽しみいただけます。アプリをダウンロードして地底人ラジオをチェック。